ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がフェラーリ 488GTB2017 年式 12,000km こちらの車両になります。実はもうつい最近名古屋店の方ですいません、はい、ご紹介させていただいて、ただうちのチャンネルの場合、はい、自動車評論家の車の評論動画じゃないんで、はい、まあ、基本的には商品車のご紹介ということで、はいはい、まあ、立て続けにはなりますけれども、はい、ご紹介させていただいて、で名古屋店の方でご紹介させていただいたのが、まあ、基本的にはノーマルということで、うん、そうですね。オプションも確かそんなに多くはなかった車両ですよね。なので今回の車は逆に結構いじってある、はい、でオプションも結構充実してる個体なんで、はい、まあ、現状報告会というような感じで、はいはい、ご紹介させていただいて、まあ、あとは前回ちょっと僕結構頑張っていろいろ勉強していろいろ喋ったので、はい、まあ、もし488気になる方がいらっしゃったら、まあ、そっちも見ていただけるといいのかな、はい、はいはい、ということでこんな感じでお届けしたいと思います。で、はい、まず今回ご紹介させていただくのが、はい、ロストコルサメタリック、はいはい、めちゃくちゃ私も実際実物見たのはこの個体が初めてでした。これ僕の読んだ資料だとなんか488からの新色、はいはいはい、新色っていう風に書いてあったんで、でこれがあの写真だとほぼ分かんないですね。分かんないですね。私も入庫した時に暗いところでちょっと見た時は一瞬ちょっと分からなかったです。近くで見た時にあれメタリック入ってるっていう感じだったので。普通のロストコルサがソリッドなんですよね、はい、パールもメタリックも入ってない、はい、でこれメタリック結構細かいんで、はい、よく見ないと分かんないですけどそうです、はい、原車全然雰囲気違いますね。変わります、多分ツヤ感とかおそらくこの光の陰影でだいぶ通常のロストコルサとはまた違うのかなとは思いますね。色ちょっと深みありますよね。はい、ありますね。ちょっとこれ原車で気になる方がいらっしゃったらぜひ見ていただきたいカラーですけれども、はい、であとは今回の車結構いじってあるということで、はい、まあ、前回りもふんだんにカーボンパーツがついてて、はい、であとは後付けでノビテックのパーツが、そうですね、はい、一周いろいろついてる感じなんですね。はい、ノビテックとあとカプリストも所々入っています。サイドなんかがカプリストなんで、はい、でフロントのこの下側ですか。そうですね、下側になります。この辺が、まあ、フェラーリだけじゃないですよね最近、まあ、いろんな車をチューニングしてる、まあ、チューナーノビテックのパーツがついてる、はい、この辺ついてて、この辺も全部カーボンなんですね。そうです、はい、純正のまあオプションも含め、あの純正とそのノビテックとか車外のまあ部分を含めて入っている個体ですね。でノーマルだと、まあ、カーボンついてなかったりすると結構その有名なところの 308GTB のオマージュということで、はい、結構このラインが強調されたりしますけど、そうですね、下こうボリュームあるとまた違って見えますね、はい、そして横に回っていくと今回の一番の注目のポイントでもある、はい、車外ホイール装着車両ということで、はい、ホイールの方がアナーキーの AN31 単造3ピースですね、はい、でサイズがフロント21、22、リア22の組み合わせになっております、はい、そしてアナーキーはもう結構あの東京店だと定番ですけれども多いですね、はい、あの僕最近反省しました。割とあの動画専門用語が多くて何言ってるか分からないって言われることがあるのであのちょっとあの初見の方にも分かりやすく説明させていただくと、はい、アメリカのホイールメーカーなんですよね、はい、そうですね、はい、でアナーキーっていうのがあの HRE って言ってアメリカでもう多分一番有名、うん、もうそうですね、もう古くからというか、まあ、ブランドとしても歴史深いですよね、のもう老舗のホイールメーカーの工場で作ってる、はい、単造ホイールになります、はい、でそして3ピースということで、まあ、アウターとインナーとこのディスクの3つの構成になってると、はい、で今回のホイールに関してはもう全部マクロクロなんですね。そうですね、はい、ただちょっと質感が違って、はい、外側がこれグロスブラックなのかな、スモークなのかな、ダーククロームみたいになってますよね、はい、ちょっとツヤ感のあるリムにこのサテンの、はいはい、ディスクになってると。でこちらのホイール全部オーダーメイドになってるんで、はい、もうブレーキのクリアランスもそうですし、まあ、出面も、はい、まあ、東京店セッティングで、はい、もうパッツンパッツンに仕上げてあるみたいです、はい、そして組み合わせてあるタイヤが、255/30/21 ということで、タイヤでも結構見た目違いますよね、はい、変わりますね、はい、ここの形もそうだし、うん、はい、パターンなんかも結構違って、はい、まあ、今回の車はコンチネンタルのタイヤが装着されてございます、はい、あとブレーキはこれフェラーリですから、いろいろ色が選べて、今回の車は黄色のイエローのキャリパーですね。これあのいろんな色を見るとあのラフェラーリ譲りのブレーキなんですよね。
あ、そうなんですね。らしいです。ラフェラーリがあんま入庫しないんで、そうですね。ちょっと私見たことないですけど、普通あの車屋さんでもなかなか触ったり見たりする機会ないですけども、なかなかないですよね。一応ラフェラーリ譲りから、譲りのラフェラーリから派生したカーボンブレーキらしいです。なるほど。でサイズ的にはフロント398倍、リアが360倍ということで、はい、もう車は軽い上でさらにこうどでかいブレーキがついて、そうですね、まあ、走行性能に関しては十分ですよね、はい、間違いないんじゃないかなと、はい、でこれ458比でいくとだいたい制動距離が 9% ぐらいアップしているそうです、はい、なるほど、はい、制動性能か、はい、がアップしているそうです。でこの足回りになってて、あとはローダウンも今回の車しっかりされているということで、はい、でこの辺のパーツが全部ロビテックで、そうですね、ロビテックのスポーツスプリングで、まあ、ローダウンしているという形ですね。でこの辺もちょっと気になるところ乗ってみたいと思う、はい、結構低いですね。低いですね、はい、ちょっとカタログ車高よりさらに低くなってる感じ、はいはい、こんな感じになってます。であとはこの辺も、はい、スモークですね、ちょっと変わってるんですかね、はい、こちらもノビテックのサイドのウィンカースモークタイプが装着されてございます、はい、そしてあとは今回のこれは結構いろいろカーボンになってますね。そうなんですよ、もうあのごめんなさいカンペ見ちゃってですけど、結構内容がボリュームが多いので、はい、もう純正のオプションも満載っていう感じですね。でドアノブだったりだとか、はい、まあ、あとはこのダクト、はいはい、なんかもしっかりカーボンになってて、でこれもあの458なかったとこじゃないですか。はい、そうですね。であの前回 の, その名古屋店の動画でも紹介してるんですけど、あの488からペニンファリーのデザインじゃなくて、はい、まあ、フェラーリの デザインチームスタートの車になってるんですよ、はい、そうですね。車の設計がそもそもその技術的なところからデザインしていった、はい、で458だとヴィニファリーナがもうデザインしたものから技術的なものを足していったという感じなんですけど、はい、であとサイド、はい、この辺がカプリストの、はい、カプリスト、はい、入ってます。これどこからどこまでかカプリストかちょっと僕よく分からないですけど、まあそうですね、サイドもでもスカート自体はノーマル、はい、この足してある部分がカプリストってことですよね、はいはい、ここのかぶさってるとことこの立ち上がってるところ、はい、でこっちのサイド、こっちは純正ということで、はい、でこれも結構な造形ですけど、ちゃんとカーボンの目がフェラーリ の平織りのそうなんですよね、カーボンでちゃんと目のサイズも合ってるんですよね、はい、あんまりこう後付け感というか、はい、社外感ないんですけど、こんなのがついてると、これも結構思想ですね。そうですね、そうですね、はい、意外とでもこうそんなにフロントも含めて派手すぎるような感じじゃないので、まとまりはいいですよね。そしてリアのホイールはフロントでもちょっと触れましたけど、はい、1インチアップの22インチということで、はい、標準が20ですか。20ですね、はい、はい、だ結構大きくなってますけど、なんかこのぐらいの方がバランスよく見えちゃって、うん、そうですね、まあ、最近前後池ホイールももう定番というか、このあたりは、はい、もうポルシェなんかもリアサイズ、ワンサイズ大きかったりしますから、はい、そうですね、はい、そしてリアも出面バッチバチです、はい、そしてリアこれウイングでっかいのがついてますけれども、はい、これもノビテック、はい、ノビテックです、大型のものがついております、はい、だこの辺が一番気になるところじゃないですか。あ、まあそうですね、ちゃんとこう空力計算されているのかされてないのか、はい、でノビテックだとあの車ちょっとごめんなさい、なんだか忘れちゃったんですけど、はい、風洞に実際車入れて回してってやってるのがあるぐらいなので、うん、まあ、ちゃんとその辺も考えられてで、なくてもこれめちゃめちゃ考えられてるんですよね。あ、そうですね、はい、要はここからエアを取り込んで、はい、ここから出して抜くと、はい、ここを大げさにしなくても全然ダウンフォースが稼げるようになってると、はい、にもかかわらず大型のスポイラーをつけると、はい、でこれがガッチガチなんですよね。そうですね、はい、結構このウィングでもおしゃれウィングだとガバガバのやつあるじゃないですか。ありますね、強度が全然ない感じ、しっかりついちゃってるのでもうガッチガチ、はい、で足もこれカーボンなんですね、はい、強度も。ただこの辺は正直ちょっと結構好み分かれるんじゃないかなと。まあそうですね、実際もうやっぱ声としてはあった方がいいっていう人もいればない方がいいかなっていう人もいるので、まあ、好み分かれるところではありますね。で外すとなるとちょっとここに直付けでついちゃってるんで、はい、なかなか簡単には外せないんで、うん、そうですね、はい、まあ、もし気になる方がいたらその辺ちょっとチェックしていただけるといいんじゃないかなと、はいはい、あと後ろディフューザーも当然しっかりカーボンで、はい、あれこれちょっと僕いろいろ読み物読んだら458と、はい、488でこのマフラーが当然左右出しか、うん、真ん中3本出しで違うじゃないですか、はい、これがなんかディフューザー その機能的なものでそうなってるっていう一面もあるらしいですよ。あ、そうなんですね。結局ここにマフラーを持ってきちゃうとこうディフューザーのここの形状が制限されちゃうので、はい、機能を優先にするためにマフラーはこう端っこに寄せてここをちゃんと作り込んだっていうふうに書いてあるのがありました。あ、
僕はてっきりもエンジンがやっぱ NA ターボで変わったりとかしたので、まあ、もちろん多分それもあると思います。そうですよね、はい、なので458より基本的に大型になってるそうです、ね、ユーザーが、はい、その辺もすごく考えられて作られていると。で今回の車はテールもこれ、はい、スモークのテールになってるってことで、はい、ちょっとこう引き締まった感じ、そしてこっちの横のカーボンとまたなんか相性がいい感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、で内装がこれまた結構目を引く感じじゃないですか。内装すごくないですか。結構僕もびっくりしました。ちょっと本当にイタリアンっていう感じの、そうです、はいはい、そしてシートが豪華なのついてますね、はい、レーシングシートのデイトナーになってると、はい、これあのデザインもそうですし、はい、シェルがカーボンなんですね、はい、そうです、はい、こんな感じで、まあ、なかなかこう見るところじゃないですけど、はい、やっぱりちょっとこういうところまでしっかり手が入ってると、そうですね、まあ、気持ち的にも、もういかにもなんかスーパースポーツだなっていう感じしますよね、はい。そして内装他のところも結構カーボンがふんだんに使われてて、はい、ステアリングも当然 LED のタイプになってますし、はい、まあ、あとその他周辺もしっかりカーボン化されてると、はい、ただフェラーリに関しては思うんですけど、カーボンたくさんついてる方が偉いみたいな雰囲気あるじゃないですか、はい、ただ新車の場合に関しては分かります、はい、ただ中古に関しては選べないじゃないですかそこって、うん、基本、はい、ただうちの場合って後からどうにでも割となっちゃうのかな、はい、足らないところは足せますし、そうですね、まあ、必要なものに関しては、車外のものを選んでつけていただいたりとか、はいはい、っていうのもあるんで、はい、まあ、もちろんそのついてるに越したことはないと思うんですけど、はい、今回の車は結構豪華ですね。これそうそう、今まさに紹介しているドアパネルとかも4パッパで僕初めてかもしれないです、実は。ここもしっかりカーボンになってる。そうなんですよ、はい、これちょっと豪華ですね。豪華ですよね、はい、ここまでしっかりもうやっぱカーボンでまとめられてるとやっぱり全然印象また違うかなっていう感じです。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。よいしょ、結構低さ感じます。あ、まあまあ低い、はい、そうですね、実際名古屋で乗らせていただいたのよりだいぶ低いですね、はい、床がまず低い、はいはい、そして乗り込むとこのレーシングシート結構硬いっすね。硬いっす。座面もしかも低いはずなんですよね。あ、そうかもしれないっす、はい、結構お尻がまず硬い、はい、なんだったらこの横のサイドサポートの方が柔らかく感じるぐらい、あ、はい、結構座面と背中めっちゃ硬いです。そしてこれサイズがあるんですよね。はい、で今回のは一番スタンダードな M サイズ、はいはい、ちょっと乗ってる人間が XL サイズなんで結構タイトかなと思いきや意外と、はいはい、そしてステアリングはこんな感じで LED の、はいはい、カーボンのタイプになっております。この辺り定番ですね、はい、でメーターは白いタイプですね、はい、でダッシュボードなんかはこの黒いレザー、はいはい、で白いステッチで、これいいなと思ったのは、はい、ダッシュボードまで明るい色できるかどうか分からないですけど、はい、明るい色にしちゃうと結構反射きついじゃないですか。反射きついですよね。それしっかりこうダッシュボードの上は黒なんで、はい、反射はそんなに気にならないですよね、うんうんうん、で他の色は他のところはこの赤なんでものすごく車内が映える、はいはい、仕様になっております。そしてこの辺もしっかりカーボンで、はい、はい、そして天井関係も当然この赤のレザー、バイザーも裏側以外全部赤のレザー、裏側はスウェード調になっております、はいはい、そして今回の車はレーダー探知機がここに装着されております。ドライブレコーダーもついてるんですか。はい、ついてます、はい、後からつけたいものが最初からついてると。今回の車なんとサウンドシステムも、はい、装着されているということで、はいはい、まあ、オーディオよりかも走行音を聞く車だと思うんですけども、はい、この辺なんかもしっかり装着されてございます、はい、じゃあ続いてボンネット側のトランクも見てみたいと思います、はい、この辺で、はい、毎回恒例の手抜きのオプション紹介ですけれども、はい、結構充実してますね。まあ多い方ですよね、はい、本当にほぼ満タンまで記入されてると、はい、で割とこう広いんですよね意外と。はい、そうですね。結構実用性なんかも兼ね備えてると、はいはい、でよくあるあるの、まあ、488だとあんまり少ないかもしれないですけど、この辺のレザーの傷みだったりとかっていうのは、はい、結構切れちゃうやつがあるんですか。あ、まあそうですよね。458だと結構定番とかって言ってる、うん、はい、まだ大丈夫そうです。これ触らないと全然触らないんで、はい、
こう久しぶりに触ったらパキーなんつって折れちゃったりとかあるみたいなんですけど、こちらの車はこの辺のコンディションも良好でございます、はい、あとこことかそうここもすぐくたびれちゃうんですよね、うんはい、仕方ないんですよね、まあ、この辺なんかも、まあ、2017年式ですけど、はいはい、コンディションは良好でございます、はい、じゃあ続いてエンジンルームちょっと見てみたいと思います、はい、でエンジンの方がもうこの辺も僕が紹介するまでもないと思いますけれども、はい488の名の通り、はい、488が8つで 3902cc、はい、これ458比でいくとこれ前回の動画でも言ってるんですけど、はい、100馬力プラス220ニュートンなんですよ、はい、恐ろしく速くなってる、うん、だいぶ変わってますよね、はい、車なんですよね。でそれでも結構あの F8 から比べると、はい、さらになんかちょっとこうまだあの荒々しいというか、うん、っていうところもいろいろ残ってるそうです。であとはミッションの方は、はい、この辺もおなじみですけどゲットラグ製の7速 DCT、はい、これ458をさらに進化させた感じのやつなんですね、はい、ただこれギア比が、まあ、当然ターボと、まあはい、エンジンの出力が違うのもあるんですけど全然違うんですねギア比が、うん、特性まあもうやっぱエンジン特性が違うと思うので、はい、なんでその辺が走りにかなり影響してくるんじゃないかなと、はい、あとはもうこれもちょっと前回の動画でも喋ってますけど、まあオールアルミ製のエンジンでドライ散布、はい、IHI 製のボールベアリングタービンと、はい、あとなんかタービンのブレードがチタンアルミドとかって言って、はい、その熱に強くて、はいはい、効率のいいもののブレードになってるそうです、はい、あとポイントとしてはこれ別に回してる車回してない車関係なく、はい、これどうしてもエンジンルームのカーボンパーツなんてだんだん基板できちゃう、うんまあ、熱による影響もあると思いますね。クリアがだんだんこうちょっと劣化してきちゃうんですよね、はい、でこれなんか聞いたら車外のパーツもあるということで、はいはいまあ、気になる方は、まあ、交換していただければウレースアップしながら、まあ、リフレッシュすることもできるのかなと、はい、ただあんまり僕気になる感じでもないですけどね。僕もないですね。昔カーボンケーブルあった黄色い、はい、あったじゃないですか。あれもあれでかっこよかったんでなんか別にこう黄色くなっていてもかっこいいなとは思っちゃいますけどねまあ、あとは普段は閉めてますから、はい、だとこれゲート改めて見たらこれファイバーかなんかなんですね。はい、そうですよね。だとにかくもう車が1400キロぐらいしかないんでしたっけ、はい、だめちゃくちゃ車軽く作ってあると、うん続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。でまずこのライトの上のところが光ってるのがデイライトが今回オンになってるということで点灯してるそうです。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。感じそうですね、そうですね。やっぱりね思うけどね、あの結局タービンついてると、はい、タービンに排気がぶつかるじゃない、はい、でちょっとこもった感じ。そうですね。特にアイドリング付近って488ってボボ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 っていう、あれが結構458と比べちゃうとなんか少し音が抜け感がっていうことが多いと思うけど、あの回せば結構意外とそうですよね、いい音するなっていう。言っても F1 黄金期ターボそうですよね、なわけじゃない。はい、フェラーリでターボって別に変なことじゃないんですよね。そう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 。
今回はちょっと詳細は控えますけど、はい、社外マフラーということで、はいはい、開放されてますね、はい、まあまあまあ、ね、なかなか今はちょっといろいろ厳しい部分もあるので、で言っても458も、はい、まあ、キャタライザーがもちろんついてて、昔の車と違って、はい、で今の車ってその触媒が、まあ、なるべく早く効率的に作動するように、はい、だんだんこう触媒もエンジンに近づいてって、はい、でもうすぐ駅マニのすぐ後、そうですね、でそれこそ僕とか池田君、車改造全盛期の頃乗ってた車なんかはタコ足があって、はい、触媒じゃない、そうですね、腹下に触媒、はい、で今の車ってもう漏れなくもうエンジンの真横にもうキャタライザーがついてる、はい、だから早く温まんないとあれ仕事ができないよ、うん、そうなんですよね、だから昔に比べたら NA もだいぶこもった音になってるっていう、うん、はい、まあ、もちろんその吸気の音も、うん、キャブみたいな音しないし、はい、にしてもちょっとターボの変化はやっぱりみんな感じるところは大きかったんだなっていう、うん、そうですね、ただこれ以上進んだらハイブリッドとか EV ですから、いや本当ですよ、もうこれは絶対僕評価されると思うんですよ、 V8 ですらどんどんなくなってきそうな感じですからね、 V6 がスタンダードな感じ、はい、フェラーリももう PHV とか、うん、PHEV とかもやっぱ V6 ターボですよね、うん、今、うん、スモールフェラーリとかピッコロフェラーリとか言われてるけどいや今思えば随分でっかかったなっていう時代が来るかもしれない、うん、そうですね、そしてちょっと今回は高速乗るっていうことで本領発揮はそこからだと思うんで、はい、その前にちょっといろいろおさらいしておくと、うん、まあ、ちょっと名古屋店の車両紹介でもいろいろお話ししてるんですけど、はい、まあ、結構変化が大きい車だったのと、はい、そうですね、はい、まあ、ダウンサイジングのところもそうだし、まあ、それに伴ってターボ化されたところもそうだし、そうですね、まあ、あとはデザインがその機能優先のフェラーリのデザインチームのデザインになったと、はい、でちょっとそれも調べたら全部が全部なんだろう、ピニンファリーナから脱却したとかそういうわけじゃなくて、はい、そもそもこの488のデザインに関わってる人がフラビオ・マンゾーニっていう方なんですけど、あります、ね、あります、はい、あります、あります、それがもともとピニンファリーナと組んで、うん、ベルリネッタとか F12、はい、あと FF とかラフェラーリを深く関わってる人らしいです、はいはいはい、だもちろんその表だってピニンファリーナじゃないですよっていう車にはなってるんですけど、まあ、そこに関わってた人たちが、うん、まあ、引き続き、まあ、継承してるってことですよね、やってるっていう、だデザインの部分に関しては結構なんだろう、好みが分かれるというか、うん、そうですよね、でちょうど僕がよく見るスケッチモンキーっていうアメリカのそのカーデザイナーが、はい、あれこれ喋る YouTube のチャンネルがあるんだけど、はい、それだとやっぱりねデザインになんか統一感がないって結構、うん、なるほど、うん、あ、まあそうですね、やっぱりそのカーデザイナーから言わせるとやっぱり前から後ろまでつながるラインがどこか欲しいみたいな、あ、確かに確かに、488になってそれがなくなって急にダクトのところからこうラインが出てきてとかっていうのがやっぱりデザインの観点から言うとちょっと違和感があると、あ、なるほど、ただ機能的なもので言うとやっぱりこうかなり、そうですよね、もう最初にも触れたフロントのダウンフォースがすごく稼がれてたりとか、横のダクトもあれ上側がタービンのその取り込みので、余った分はテールランプの脇から排出して、で下側があれラジエーターに当てる、はいはい、インタークーラーかな、うん、に当てる2段構造になってるんですよね、でリアの形状なんかもごっそり変えてきたらもう結局それ機能的なものを追求してってなって、はい、まあ、ちょっとその、まあ、求めるところアプローチの仕方がちょっと違うのかなと、うん、ただどっちもやっぱり本気で作ってるっすね、いやそうですよね、うん、思ったけどなんかちょっと手抜きしてとかコストダウンしてとかっていうよりかはなんか F1 と同じでなんかその時のこのレギュレーション法律、うん、そういうのに合わせてなんかベストなものをちょっと探してきてるなって、はい、フェラーリは僕もそんなイメージですね、うん、本当に一切手抜きはしてないなっていうどのモデルも、ただやっぱまあ時代に合わせた車を今は出してきてるのかなっていう印象はありますけど、で特に最近変化大きいですからね、はい大きいですね、ちょっとそれも名古屋店で言ってるんですけど、フェラーリってこう2世代ごとに結構大きく変えてくる、はい、でその中でも今回の488のその変化っていうのは、うん、本来だったら多分もうちょっと時間をかけてや
ってただろうなっていう、うん、1980年代とか90年代にこの車が出てたら多分もっとこう、そうですよね、時間をかけて少しずつ少しずつ変えてきたのを、うん、この2017年8年ぐらいですか、はい、うん、ガラッと変えた、はい、結果短命に終わってしまった、うん、今のフェラーリでも結構短いですよね、うん、前期間も早々に F8 に引き継いでしまったというただ、はい、これからもっと速くなると思うんですよ。いや、そんな感じしますよね、うん、だ今このまだ値上がりはしてないじゃないですか、はい、だからここっていうのは結構いい、うん、楽しめる時期なんじゃないかなっていう。今まあ本当にちょうど乗りやすいような、うん、多分価格帯であったりとか、まあ、本当に高いですけど、でも意外といいお手頃な値段になってきてるのかなっていう印象はありますよね。コンディションいい個体も結構ありますし、そうですね、はい、はい、いやでもまあでも車としては全然僕は古さも何も感じないですね。もう3世代前ですよね多分。いい車ですよね。音はあとやっぱり反響音が必要だなっていう。うん、そうですね、この缶の中でこう音が反響してる音。はい。あとはこのレスポンスの良さ。レスポンスいいですよね、はい、もうターボと思えない、はい、どうしてもターボってこう排気を排出してからタービンが回って、うん、はい、それから加給されてなんで、はい、NA に比べたらやっぱりこうどうしてもワンテンポ遅れる、ね、ただそれも最小応答時間だと 0.8 秒ぐらいでなるほど。まあでもそれでも速いですよね。だ加速に行けるっていう、はい、結構そこはまあ、もちろんそのエンジンのそのいろんな制御もそうだし、まあ、ミッションとか結構重要かなっていう。そうですね。ミッションってでも本当フェラーリ DCT に変わったの大きいですよね。めちゃくちゃシフトも速いですし、でも名古屋店の動画でおっしゃってたように本当に4パッパに関してはフロントの接地感を含めリアの接地感を含めもうオンザレール感がすごいですよね。そのデザイン性で言ったらもちろんそのデザインを求める人にとっては失ったものもあるのかもしれないけど、ちゃんとその分得るものがかなり大きい。そうですね、うん、これでただデザインだけこう変わって性能あんまりアップしてないですよっていうんだったらこれ目も当てられないけど、そうですよね、しっかりそれ以上のパワーアップをしてきてるっていうのは結構でかいなって。あとはそのオプションついてるついてない、オプションついてる方がやっぱり偉いよねみたいな空気ももちろん途中も言ってましたけど、はい、分かりますけど、フェラーリに関しては走りのオプションがないんですよね。ないですね。それこそポルシェだと買うグレードによって、はいはい、エンジンも違えば馬力も違って、うん、足回りの電子制御オプションです、スポ駅オプションです、はい、そうですね。だフェラーリ そのオプションって基本的にはそのカーボンパーツだったりとか、はい、あと便利装備だったりとかそういったものが中心になってくるんで、そうですね、やっぱり488は488なんですよ。はい、まあ、フェラーリってそのオプションの選択って結構コーディネートに近いですよね。レーシング経験池田君からするとどうですかこれは。めちゃくちゃ乗りやすいです。はい、まだ全然踏んでないですけど、ただなんかパワーは多分もう有り余るぐらいあるので全然一般道じゃ扱いきれないと思うんですけど、ただ車のバランスとかも今乗ってても本当にフロントの入りもいいですし扱いやすいんだろうなって感じですよね。うわいいね。この LED が光るのもかっこいいですよね。なんかもっと乗ってたいと思うよね。そうですね、本当にもっと俺に走らせてくれって。もうやっぱフェラーリってこの音がいいですよね。本当にもうただただニヤニヤしちゃう、興奮させてくれる音がやっぱいいですよね。やっぱりターボ化されてもそこは変わらないと思います。まあ本当に詳しくはちょっとお伝えできないんですけど、やっぱこうマフラー変えてもよりまたいい音がするし、うん、やっぱもうここはもう何年経っても変わらないのかなって。昔からそうじゃないですか、フェラーリの良さですよね。ただちょっと
やっぱ音量的に会話が、ああそうだね、これ今バルブを開いてる、開いてます、はい、せっかくなんでちょっと開いて、まあ、閉じちゃうともう本当にノーマルと変わらないぐらいの音量になるので、あとはねノーマルマフラーの時はね結構吸気の音がしたけど、ああ確かに、そうマフラー変えると吸気の音がだいぶ、そうですね、排気の音にかき消されて、はい、よりなんか感覚的にバイクに近い感覚に、あバイクっぽいですね、バイクっぽいよね、はい、こう後ろの後方からこの排気音だけする、そうですね、わあ、バイクっぽいですよね、バイクっぽいよね、はい、このレスポンスもそうだしさ、はい、すごいでも響きますね音、やっぱり低回転だとそれなりにこう低い音、はい、今3000回転ちょうどぐらいですね、でやっぱり回していくとこう、NA と全く一緒とは言わないけどこうちょっと高鳴り感というか、はい、ちゃんとある、うん、なんか12気筒ほどもちろん甲高くはないですけど、でもやっぱ綺麗な音しますよね、いやそうなの、だから他のV8 ターボこの音しますかっていうそうです本当に V8 ってなんかもっとドロ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 してるイメージなので、まあ、もちろんそのクランクが違うとか、うん、あるけど、はい、よく喋りますナビもちゃんとついてるんですけど、僕個人的にやっぱナビは見にくいですね、やっぱりあんま見ないかな、あとカープレイがついてるんですよね、これカープレイついてます、はい、ちょっと携帯の置き場は困っちゃいますけど、そうですね、ちょっとまあフルレザーなんでどうしようってなりますよね、ただ今カープレイついてればもうメディア関係ナビ関係、そうですね、もう何でもスマホとリンクさせて済んじゃいますよね、あとはその結構カープレイ勘違いされてる方多いですけど、あの普通に Google マップ使うのと一緒じゃないのっていう人も結構いるんですけど、はい、ちゃんとカープレイだと車に接続されてるっていう認識なんですよ、はい、そうです、だその案内も車の案内に適した案内になるっていう、はい、まあ、マップ自体は確かに Google マップではあるんですけどね、うん、ただ結構まあ、カープレイだとちょっと分かんないですけど、普通の Google マップだと一方通行走らせたりとか、そうですね、そうなんですよ、そういうのあるらしいんで、そういうのあるらしいんでちょっと注意が必要ですけど、はい、そうですね、ただじゃあこの車で知らないとこ行くかって言ったら、まあケースとしてはそんなに多分ないんでしょうか、はい、まあなかなか狭い道ばっか通る車じゃないですよね、なんかでもいいですね、飛ばさないでも、うん、今もこれ3速で今3000ちょっとの回転で速度も50キロなんで、結構こうギア落として回転引っ張ったりとかで全然気持ちよく乗れる感じですよね、あのねギクシャク感がない、ああやっぱまあそうですね、 DCT いいですよね、そうこれが F1 マジックの時って気使っちゃいますよね、うん、なんかギア落とすのもクラッチのこと考えちゃったりとか、なってからはもう全然本当にねイージードライブなんだよね、いや本当そうですね、うん、はいや、いやシフトの変速が、ね、ゲームだよね本当に、ゲーム本当に、でこれだけ下道のこの首都高のそれこそ60キロぐらいでも全然ギクシャクしないし、はい、気使う感じないし、そうですね、まあ、でそれがあれですよね、やっぱ土屋さんおっしゃってたように、このシートの硬さがやっぱり高速のこの継ぎ目とか、うんうん、その辺で少し気になり始めたかなっていう、確かに、はい、ただ路面はすごく分かりやすい、あーそうですね、シート硬いから、はい、タイヤの動きとか、うん、もう助手席でも結構これハンドル握ってればこうフロントの接地感より分かりやすいんだろうなっていう感じの、そうですね、シートの硬さ、やっぱスプリングスポーツスプリングでこう下がってる分よりダイレクトにいろいろ感じますよね、確かに、もう路面のほんと細かいうねりも分かるぐらい、ただなんか突き上げひどいかっていうと全然
うん、そうです、はい、全然乗れちゃうっすね。なんか足自体は別にこう極端に突っ張って硬いっていう印象はないですね。だ普通の欧州車の感覚でいうとダウンスプリングイコールめちゃ乗り心地が悪いっていう、うん、跳ねて止まらないみたいな感じですけど、そうですね。これに関しては、まあ、もちろん純正よりかは姿勢も低いですし、はい、でも4パッパ、まあ、言うてもやっぱフェラーリでスポーツスプリングでローダウンしててかつインチアップもしてるじゃないですか。で扁平率も下がってるので、うん、それでこの乗り心地だったら確かにいい方なのかなって思っちゃう。もちろん硬いですけど全然乗れちゃう、はい、なんか跳ねる感じじゃないですよね。ちゃんと収まりは良くて、はいはいはい、ステアリングも本当にこう切ったら切った分だけこうフロントが動いてくれる。だからね、本当にいい車、まあ、マグラーレンとかもそうだけどポルシェとかも、はい、後で自分で編集するんで見返して、はい、ハンドルがねピターなんだよね。そうなんですよ。本当にブレがなくて、出口付近でもうちょっと切りますとか、はい、もうちょっと戻すとかないのね。そうですね、本当にオンザレール。これ本当乗ってる人からしたらマジで気持ちいいですよね。やっぱこう変にこうステアリングの遊びが多かったりとか、やっぱ狙ったところに行かないってすごいドライバーにとっては不快なので、やっぱこれはいいですよね。ミドシップってこうフロントがこうやっぱ接地感薄いのかなとかって、特に加速時とかね。そうなんですよ、ちょっとフロント浮く感じがする車もあるけど、全然そんなことないですね。これが多分本当にまあまあ速度的にちょっと微妙ですけど、やっぱダウンフォースとかやっぱその空気の流れ考えられてるからできる。だからなかなかね、車屋さんだと試す機会がないけど、サーキットに持ってってそれこそ200以上の時の動きも見てみたい。そうですね、そしてそう思わせる確かに、うん、これでもノビテックさんのやっぱこのエアロパーツもフードをしっかり通しているってことは、やっぱそういうサーキット走行とか多分高速域でもちゃんと効果を発揮するように作られてるんでしょうね、おそらく。いや気持ちいいですよね。いいね、あっという間だね。あっという間ですね。いやもうこれも所有できたら幸せになれるよなんかだって時間あったらちょっと乗りに行こうかなとか思えるもん。いやそうですね、うん、逆に本当その例えば週末ちょっととか、うん、それが本当に楽しみになる一台ですよね。普段から多分乗るとシートの硬さとかも結構あるんで、やっぱその週末とかこうお休みの時に乗るのが楽しいですよね。本当に非日常が味わえるし、はい、車ってやっぱり楽しいなってこう再確認できる。そうですね、やっぱいじっても全然乗れるっていうのがなんかこれを通して分かりますね。勝手なイメージでどんどん乗り心地も悪くなって乗りにくいのかなっていう思う人が多いと思うんですけど、いやいいね。いやちょっとね、でも車外マフラーの488に初めて助手席に乗せてもらって、はい、びっくりした音の良さに。音いいですよね。いい、ついつい回したくなっちゃう。いい、488音がちょっとこもってるよねじゃなくて、はい、ね、封印されてるだけの気がするもう苦渋の多分決断でしょうね、フェラーリも。まあ本当それこそ騒音規制とか今規制がまたいろいろ厳しくなる中で、うん、もう致し方ないですよね、うん、本当に。ただ解き放てば、そうだね、はい、解き放てば全然みんなが求めてるレベル、うん、ちゃんとフェラーリです、ね、到達するね、はい、思ったそれは。まあ、なかなか日本も厳しいので、ね、どんどんね今ね、うん、いやただ基本的に日本のその放棄って遡ってはやらないんで、ね、はい、そうだ。じゃあこれから厳しくなっていった時に、まあ、もちろんその税金が上がるとかっていうのはあるけど、はい、じゃあ例えば昔のシートベルトがついてない車、はい、シートベルトが必要になったからって、うん、じゃ車検シートベルトないと通んないかっていうとそんなことなくて、そうですね、その新車で販売された時のルールに基づいてだから、はい、僕の車がまさにそうです。あ、そうなんだ。はい、もうだって26年前の車なんで、うん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 、なんで車検もやっぱり、まあ、今の車に比べたらやっぱそういう緩さがありますよね。
す。乗りやすいですよね。乗りやすい。助手席さっき車高目線がすごく引っ感じるじゃないですか。ここ広い分助手席もすごく開放感があって。タイトさないよね。ないんですよ。それがまたフェラーリいいとこですよね。それね、ちょっとあのランボと対極な気がする。はい。ランボって結構こう強いられるというか、はい、まあ、それが良かったりするんだけど、うん、この辺だってもう全然超開放感というかそうなんですよね。ランボこうボワーってザ・コックピットって感じですよね。本当にあれもあれでなんかこういろいろ儀式を強いられて、うん、蓋開けてっていう、はい、そうなんですよね。ちょっとこう男心をくすぐられる感じはあるけど、はい、めっちゃいいっすね。いいしか言ってないけど、なんかフェラーリの助手席に綺麗な女性が多いのもちょっと納得できます。あー、すごい全然不快な感じが一切ない。あとは、ね、日本だとあんまりこうないけど、はい、海外だと女性の方がこうこの辺乗られてたりとか、はい、乗れちゃう。あー、そうですね、運転できるってことですね、うんうん、確かに確かに。でも全然乗れますよね。全然乗れる、全然乗れる。それこそ360355とかあの年代の F1 マジックはやっぱ結構大変なとこありますけど、うん、やっぱ DCT になってこの辺ステーリングも軽いですし全然乗れますよね。全然いや、ちょっとランボとかマクラーレンちょっと女の人の余裕で乗れるかっていうと、うん、ちょっとこうちょっと心配だなって思っちゃうけど。そうですよね。この懐の深さはねすごいと思う、うん、でこの回した時の気持ちよさと、はい、ただスイッチ類はね慣れないと全くそうそうそう馴染みがない、はい、僕みたいな一般人には全く馴染みがないんで、すごい久しぶりにフェラーリ乗るとついついこう何も考えてないとウィンカーがやっぱこう分かる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 、ワンテンポね遅れるよね、はい、ああそうだったって。そうなんですよ。でね、あとブレーキめっちゃ効く。やっぱり効きますよね。でも分かりにくくないんですよね、うん、本当に踏んだように対して反応してくれるんで、めちゃくちゃブレーキが効く車っていう感じ。そうですね。だ結構カーボンセラミックも結構スススっていっちゃう車もあれば、はい、結構しっかり効くのもあれば、結構キャラクターが、本当に僕が一番思うのは全部がダイレクトで、ブレーキも、まあ、ブースターもちろんついてるじゃないですか、うんうんうん、ついてるんですけどないんじゃないかって思うぐらいダイレクトにつながってる感がすごいですね。やっぱり、うんうんうん、ペダルの剛性もやっぱりすごいですし、ブースターがないレーシングカー乗ってきたいやいや、もう本当にそういう感じなんですよね近くて感覚が。そういうのも本当にいい味付けされてるんだなって思いますね。それはやっぱりレーシング経験ありの池田君が言うと説得力がでも多分あのフェラーリ乗ってる方も、ね、趣味でレースやられてる方多いと思うんですけど、やっぱり結構通じる部分があって、まあ、レースからやっぱフィードバックされた車ってこういうもんですよね。すごいですよね。で他のメーカーよりかもなんかちょっとその見てる方向が全然違うからね、はい、やっぱり他のメーカーってやっぱり利便性だったりとか、まあ、燃費もそうだし、まあ、価格もそうだし、いろいろ考えなくちゃいけないところを結構走りに比重を置いて車が作れるっていうのは、そうですね、いいところかなっていう。まあ、強いて言えば本当に個人的なもう超僕のただ単な意見なんですけど、やっぱりデンスロの、やっぱこの年代ももうデンスロじゃないですか、やっぱスロットルの感覚だけは未だにちょっと自分の思い描いてるのとずれることはあります。もうレスポンスはめちゃくちゃいいんですけど、うんうん、アクセルのこの反応に対して、うんうん、っていうのがやっぱまあちょっと迷うとこがあったりしますけど、ブレーキがこれだけすごくリニアでダイレクトなんで。いや待って待って待って、だって40キロ7速ですよ。40キロ7速ですよね乗用車です普通に。すごいですね。トラックでもそんなギア入んないじゃないですか
いやだからちゃんとその開放しても本当にオートで走っちゃうと、うんうん、1000回転もうアイドリングと変わんないぐらいで走ってるんですね。バルブ開いてても静かだし、いいな、欲しいな、うん、普通に一番スッて乗れるやっぱスーパーカーですよね。ベタベタもまだしてないし、はいはい、しておりません、はい、バックのあるもまだ消えておりません、はいはい、結構458はもう消えてますからね。そうですね、458よく見ますね。いやエンジンがすごくいいのもそうだし、うん、まあ、デザインもすごくいいのはあるんですけど、時の流れはこう受け入れられるしかないですか、はい、受け入れるしか。そう考えるとやっぱり488は488で結構なアドバンテージがまだ、うん、新しさだったりだとか、はい、さはどこにも僕は感じないですね。ないまあやっぱ最近で言うとローマとか、うん、タッチ式のいろいろスイッチとか見ちゃうとわすげえ近未来化したなって思うんですけど、逆に言うとあっちが目立ちすぎててこっちに慣れてる分僕はまだこれに古さは感じないです。もうね、なんかローマのちょうど動画で、はい、触らせていただく機会あったんですけど、やりましたね、あのちょっとまた別の世代に移行したなと思ったんです。そうですよね、これってまだギリギリ今までのもののなんかこう流れを感じるんですけど、また別のものが始まってるなっていうSF90 とかもそうだけど、あ、そうですね、まあ、だから僕らのまだ頭の中こっちにいますよね、うんうんうん、まあ、徐々に移行は始まるのかもしれないですけど。そうだね、いよいよ高速道路を乗りまして、いよいよ、はい、土屋さんにもこの体感を。いや本当にね、一般道でもねびっくりした。このね、いじっただけで激変する、はい、ちょっと舐めてたもん、言っても音がちょっとこう、うん、いい感じなだけでしょと思ってたんですけど、はい、これはね激変する、フィーリング変わりますよね本当にね。解き放つっていう表現がもうぴったり。いや、やっぱそうですよね。だ488はねちょっとあの丸くなったんじゃなくてね、いろいろ縛りが、うん、はい、おとなしくしてろと。そう、縛られてるだけだったわあ、気持ちいい。気持ちいいですね。4000回転からだね、やっぱり。そう、やっぱそうなんですよね、4000回転。まあノーマルまでもそうですよね、ノーマルも4000回転以降結構気持ちいいと思うんですけど、それが一段と。そうだね、もうこのレインボーブリッジもあと5復ぐらいしたいですこれもう一回オート押すとマニュアルになるの。マニュアルです、はい。ちょっとマニュアルにしとかないとダメだね、これ。オートにしとくとすぐギア上げてっちゃうね。やっぱそうですよね、だからそれ回してないからね。そうですね、そうですね。ここから先をまだ所有して体験したい、はい、そこはもう買った方の特権ですね。これはちょっと商品車じゃこれ以上回せません、はい、ただもうちょっと本当に悶絶しちゃうぐらいの気持ちよさ。でも本当安心しますよね、やっぱ扱ってる身として。やっぱお客様からもおとなしくなっちゃったよねっていうのを聞くことが本当に多いんですけど、まあまあどうしてもまあ社外パーツっていうあれはありますけども、でもそれでまあ本来のっていうか、まあ、フェラーリらしさはちゃんと残ってるよっていうのがこれで分かるかなっていう。じゃあ社外パーツってやっぱり味付け調整できるから、はい、うん、まあ、もちろんその純正のバランスの良さもあるし、はい、まあ、純正のいいとこもあるんですけど、もしそれで納得できないんであれば、はい、ちょっと一つ社外パーツで少し味付けだったりニュアンスを変えるっていうのは、うん、もちろんボンド的観点から言ったら、はい、もう全然ありなんじゃないかな、はい、ね、
逆にそういう部分をもっともっと楽しんでほしいなっていう、うん、でやっぱりそういうご用命が多いのもなんかもう納得、はい、うん、いやーまあ本当に温泉回転以降超気持ちいいですね。そうだね、ここです、はい、ここからです、はいはい、そしてターボなんでしっかりこうちょっとバブリングしてたりとか。そうだね、はい、でこのコーナーももうオンザレール、はい、でバケットシートなんで楽なんですよ、うん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 、助手席も見合わせてればいいだけなんで、ね、横地に対しても全然体が持ってかれないですね。言っても僕前の車が2脚振るバケだったんで、それ比べちゃちょっと足んないですか。いやでもそれぐらいのなんかこうホールド感ある、うん、でもバケットで結構しっかりガチって体を押さえてもらうとペダルとステアリングにこう捕まらなくていいから、はい、だ本当に専念できるし、そうですね、軽く回せる、はい、いやステアリングって本来ガシ握って操作するもんじゃない、それだけなんだよね。そうなんですよ、だから本当に本来であれば一番もう本当に体が疲れない形ですよね。全然話は変わるんだけど、はい、JTR 3号 JTR の開発したあの水野さん、はい、あの人最後にその車のチェックをするときに、はい、そのテストコースに持ち込んで、はい、ハンドルをこう持つの、はい、もう指先だけで、はいはいはい、そう、へ、でその車の挙動を確認するっていう、うんうん、だ本来だったらその車がちゃんと曲げたときに曲がった方向に回ればスタイリング力入れる必要もないし、はい、まっ、あ、すぐ走るべきところ行ったらしっかりこう真ん中押さえてなくていいんだよ、うん、いや超頭の入りいいですよね。だ本当にステアリングのこう修正とか必要ないんだよ ね。普通コーナー真ん中ぐらいからさ、こう横 G からだんだん G がこう、うん、なんていうの変わってってこう、はい、それに合わせてこうステアリング特に切り出してくれますよね。普通の乗用車なんかは、はい、まあ、タイヤにかかるその G が変わるからこう、はい、切り回したり戻したりってあるけど、はい、ピタッていきますよね。そうピタッていく。いやー今回ねめちゃめちゃ勉強になった。よかったです。なかなかねノーマルと、カスタマイズ後、はい、乗り比べる機会ってないじゃない。はい、ちょうどいいタイミングでしたよね。名古屋で本当にノーマルの488紹介させてもらってたまたまその直後ぐらいに買い取りで決まったので。いやそれこそオーナーさんであればカスタム前カスタム後でこうちょっと体験することあっても、はい、いやありがたい。でもこのやっぱこういう車のカスタムって決して本当に安いものじゃなくてすごい費用もかかるじゃないですか。やっぱり皆さん結構する前もどうなのどうなのって乗り心地悪くなるのとかいろいろお問い合わせの中であるので、やっぱこれ見ていただければ意外とポジティブに捉えていただけるんじゃないかなと思います。これでまだ5000回転、いやーめっちゃいい。踏んでいけるもんコーナーで。そうですよね。なんだったらもう全開にしても大丈夫だろうなっていう。スポーツだったらすごい気持ちいいですよね。じゃあ最後になりますけれども、はい、東京店の方でも買い取り絶賛強化中ということで、はい、こちらのお車もそうです。これも買い取りで今回購入をいただいたお車です。買い取らせていただきました。特に488が最近こう、うん、多くなってきましたね、はい、イメージ的にも、はい、触らせていただく機会が多くなってきた、はいはい、ただもちろん F8 なんかも、はいはい、そうですし、もう新旧問わず、はいはい、12ももちろん絶賛買い取り強化中ということで、はい、気になる方いらっしゃいましたらぜひお声掛けください、はい、というわけで今回はフェラーリ 488GTB をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。